チャンネル家をご覧の皆さん、こんにちは。セバスチャン・ミカエリス役の松下優也です。今年も来たかという思いですね。ありがたいです。本当に毎回こんなにたくさんいろんな、俳優さんがおられる中でまた僕が選んでいただいて嬉しいので、まあでもその期待にね、期待以上のものを応えれるように頑張らないといけないなっていう思いですね。はい、そうですね。まあ去年出たメンバーも引き続きも多いし、でも新たに出演される方でも知り合いの方も多いし、まあそれだけじゃなく今回周りのね、演者だけじゃなくてスタッフも周りが変わったりとかしてるので、結構だから、今まで僕らが作り上げてきた、積み上げてきたものは間違いないものがあるから、そこは大切にしながら新しい波も受け入れてやれたらいいかなとは思います。はい、今回は、毎回そうなんですけど、今回もより、原作を大事にして、原作に、なんていうかな、忠実に本当に、役作りをしてですね、また新たに、去年よりもさらに悪魔度の増した、セバスチャンができたらなと。あとは黒羊の世界観をよりみんなで、作り込んで、実際来てくださった皆さんに本当に黒羊の、世界に迷い込んだような、なんか作品になればいいかなと思いますので、稽古も頑張って、楽しんでやりたいと思いますので、ぜひ皆さん、劇場に足をお運びください。お待ちしています。